ではこの後の関東の雨についてお伝えします。まず現在の雨雲の様子からご覧ください。こちらかなり活発な雲がですね、茨城の北部から栃木の南部、そして群馬埼玉方面にかけて伸びています。で前橋付近では強い雨のピークは超えたんですけれども、現在宇都宮市付近かなり激しい降りになっています。であと30分もしないうちに水戸市でも強い降りになってくるというふうに見られます。でまた関東南部、さいたま市や東京23区、横浜市、千葉市、こういったところにもこの雨雲今後降りてくる可能性ありというふうに見ています。でこの後の雨雲のお予想こちらになります。17時の方段階で見ていただきますと、もうすでに都心付近を含めてですね、雨が予想されていますし、この後送っていきます。夜遅くにかけて南部を中心に雨雲がまだ残るというふうに見られます。で今回の雨雲、非常に激しい雨を降らせている時間帯は、せいぜい30分ぐらいなんですけれども、その間の降り方というのはですね、かなり強烈となりそうです。雷などを伴う可能性がありますし、広い範囲で道路冠水についても注意が必要となります。以上、関東地方の帰宅時間帯の天気についてお伝えしました。